小池晃君、え、日本共産党の小池晃です。えっとあのちょっと冒頭通告してないんですけど、今ニュース速報一斉に流れてまして、え、東京での感染者数が100人を超えるということであります。で、これあのあの各局が一斉に今流しております。で、今日もあの東京の感染者数については懸念の声が各議員からたくさん出されました。で、100人を超えたということであれば。 これは5月2日以来ということになるわけでありまして、私はこれ、深刻な数字ではないかなというふうに思っております。やはり、これ、内閣府ということもありますが、厚生労働大臣として、やっぱり政府として、ですねこの東京の今のこの感染の拡大について、やっぱり何らかのこうこう手立てを打つべきではないでしょうか、少なくともあの専門家会議は廃止されてないということも先ほど確認されましたし、やっぱり専門家の皆さんにですね、 この今の東京の現状について、しっかり議論していただいて、打つべき手があるんではないかと私は思いますので、そういうその厚生労働大臣としてやっぱり手を打っていただきたいと思うんですが、いかがですか加藤大臣、すみません、ちょっと私、委員会中なんで、一切そういうのを見ることができないんで、その数字がどうなのかってちょっとわからないっとそれはちょっと置いとかせていただいた上で。 あの現下の状況認識については、これまで各他の委員の方に対する答弁の状況ではあります。ただ、従前からあの経年すべき状況であるということは、これまでも申し上げてきたところでありますので、当然、そうした中において、必要に応じて専門家からのお話を聞いたり、分析を受けたり、あるいはそれ以外の方からもお話を聞いていく必要があるんだろうと思いますまた同時に、これは各都道、この場合、東京都ということになりますから。 東京都においても専門家を入れて、今度新たな指標も作られて、それを分析するということでもありますから、よく東京都そ、それを踏まえながら、クラスター対策とも進めていくということでありますけれども、今のような状況でもう少しさらに増えていくということになれば、それを踏まえながら、必要な対応を取っていく、これは当然のことだと思います小池晃君。私は緊急にやっぱり専門家会議を、ね、開催する必要がある段階なんではないかなというふうに思います。 あのコロナ感染症対策の先頭に立っている医療機関が今、危機に瀕しています。東京女子医大は、下季一時金を支給しないと、労組に回答しまして、で看護師の退職希望が法人全体の2割に当たる400名を超えるといいます。これ、経営責任ももちろん問われますが、しかしこれ、総理もですね予算委員会で、民間の経営が成り立たない、立ち行かないようなことがないように支援していきたいと答弁されてるんですけど、このままでは本当に立ち行かなくなってしまう。 危機的な状況になると思うんですねで、そこであの大臣聞きますが日本病院会の調査でも日本医師会の調査でもコロナを受け入れた医療機関だけではなくて受け入れていない医療機関も深刻な契約化が見られます耳鼻科・小児科あるいは眼科などで患者数が大幅に減っているということも報道されておりますで、このコロナ受け入れ患者もちろん受け入れ医療機関も,もちろんなんですが受け入れていない医療機関への支援が 本当に大事になってきていると思うんですが、いかがですか加藤大臣、あの病院団体、あるいはさ先ほど申しました、社会診療基金のです、ね、これ4月分のデータ等を見させていただいても、あの大変経営状況が厳しくなってきている。私どもも 共有をしているところでもありますしそれはあの新型コロナウイルス感染症の患者の方を受け入れているか否かに関わらないま若干診療科目によってかなりこう格差はあるようでありますけれどもまあ,あのコロナを対応を行う医療機関に対しては診療報酬上の対応あるいは空床に対する補助金単価の引き上げ早急適用等々をお伺いしていただきましたし あのコロナを受けていない医療機関についてもまあ、院内感染防止対策等、必要な対応を取っていた,だくいただいていることに対するお金を支給するということも、先般の補正予算の中で決定をし、具体的な金額もこれ、すでに医療機関等にも示させていただいたところでもございます。ま,あ、まずはあのこうしたことをしっかり活用していただくということが必要だろうと思いますし、あのその中で、今、先ほど申し上げた診療科目ごと、 においてまず診療科ごとからもいろいろお話を頂戴しておりますから、まあ、そうした声も含めて、それから今後の動向も含めてです、ね、どうした必要な対応についても、また声を聞かせていただきながら、検討していきたいというふうに思います小池晃君。院内感染対応と先ほどもあったんですが、これ、消毒や動線確保の実費を、診療所で上限100万円です、病院でも数百万円です、実費,実費の分だけですね。これはやっぱりね、厳重対応にはならないですよ。 外前払いということをやられました、でこれ、請求した医療機関、どれだけだったですか、はい、谷保健局長お答えいたします。令和2年5月診療分の診療報酬等の概算前払い件数でございますけれども、以下が671件、歯科が450件、保健薬局が267件、指定訪問看護事業者が14件、合計1402件でございます。 小池晃君概算前払いを申請した医療機関は、保険医療機関全体のわずか0.5%で焼け石に水なんですねで。多くの医療機関は6月下旬に4月の診療報酬振り込まれて、これが減収で苦しんでいる、で二次補正のこう支援策が振り込まれるのは早くてもま8月の下旬ということになってくるそうなるとです、ね、この7月の下旬に振り込まれる5月分の診療報酬。 これはの日本医師会によれば、全国の医師会病院の,この医療利益率は、4月よりも5月が悪化していると言いますし、今日お配りをしている日本病院会の大臣宛ての緊急要望書でも、入院外来患者数ともに5月はさらに減少というふうに記載されております。7月下旬に振り込まれる診療報酬が、6月よりもさらに減額となれば、これは資金ショートのね、危機に直面すると思うんですよ。 こういう状況に対する対策は用意されてますか、大臣。加藤大臣あのまさにあの資金ショートにならないように、当面の資金繰りを行うため、二次補正予算においては、貸付限度額の引き上げ、あるいは無利子無担保額の引き上げを行って、貸付原資として1兆2700億円を確保しており、申請に対してです、ね、しっかりと融資が行われるよう、また実際、今、申請に対する融資についても、 適宜です、ね、その資金繰りを見ながら、優先、あの緊急性が高いところは優先的に、約3日から4日ぐらいで申請から決定までなされているというふうに承知をしているところであります、まあ、あの融資だけだということがお話がありますが、まあ、その先の8月においては、このぐらいのお金が支給されるということ、これは先ほど申し上げた二次補正の内容をすでに医療機関等にお示しをさせていただいて、まあ、そういった見通しを持っていただきながらです、ね、この7月の資金繰り、 にあたっていただけるようにえ当たっていただきたいというふうに思っております。小池晃君ま融資という話がありました。福祉医療機構による新型コロナ対応融資はどこまで行ってますか？はい。吉田政局長お答えいたします。独立行政法人福祉医療機構が行っております。医療貸付につきましては、令和2年の2月に新型コロナ感染症の影響により、経営が悪化した医療機関に対し。 通常の融資よりも、貸付上限額、貸付利率、償還期間を優遇する融資を創設いたしました。3月には予備費第2弾に基づきまして、貸付上限額、貸付利率、償還期間のさらなる拡充を行い、無利子・無担保の融資を開始したところでございます。また4月には第1次補正予算を活用し、6月には2次補正予算も活用して、今、拡充をしているところでございますが、 ご質問いただきました貸し付けの実績につきましては、先ほど申し上げました融資を創設した令和2年2月の21日から6月の30日までの実績に応って申し上げますと、申請が約6900件、約4100億円であるところ、融資決定として約6600件、約3800億円を行っているところでございます小池晃君あ。いずれにしてもこれも焼け石に水の世界なんですね。 で私はです、ね、こう少なくとも非常事態宣言下の5月診療分については、日本医師会や,やっぱり病院団体がこぞって要求しているように、過去の診療実績による概算払いを認めるなどね、まあ、それだけじゃないんですよ、いろんなやり方あると思いますが、やっぱり当面の資金ショートとか、ボーナスカットを回避する何らかの緊急措置がね、必要だと思うんですが、大臣、いかがですか。加藤大臣 あの先ほど申し上げたように、そうした意味での,その,あの資金のショートに対して、融資等を活用していただく、いえいや、しかもその先において8月にこれだけのものが出るということをよく理解していただいた上でで、対応していただくということが必要なんだろうというふうに思います。それれかからあの外払いいのお話がありますすけれどもよろしで いや,いやまあまあそうですね、はい。概算払いは地震のときだからだめだって言うんでしょで、地震みたいなことが起こってるわけですよ、大変な被害が医療機関に襲ってるわけですよ、財務省はね、なんだか他の業種にはやらないんだから医療だけやるのかと言ってるらしいですけど、それは芸術分野だってね、ものづくりだって大切だけれども、医療機関というのはコロナ対応の最前線で命守ってるわけだから。 これははやっぱ支援すするのは当然だと私思うんですよそれでね、私にごめん持ってるのは、自民党新型コロナウイルス対策医療系議員団本部の第2次補正予算案っていうのを持ってるんですけど、これはね、なかなかいいこと書いてあるわけですよ。総額7兆5000億円で、コロナウイルス患者を受け入れていない医療機関においても減収している、このような背景を踏まえて、減収補償、休業補償を行う、すべての医療機関の減収を3割と仮定して、そのうち8割を補償する。 期間は3月から8月の6か月、診療所で1兆544億円、コロナ非対応病院の減収保障で1兆2964億円、歯科で5604億円、合わせて3兆522億円。これね、大臣もご覧になってると思います、自民党の、ね、提案です。でまあ、これ、あの診療報酬でやるっていうのがちょっとね、こんなのと患者負担も増えますから、だとすれば、これは二次補正の、ね、予備費の出番じゃないですか。 10兆円もあるんだから、で2兆円は医療に使うといって、その5兆円分も他にあるわけだから、これやんなきゃ、やっぱりね、医療の持続化給付金が必要なんですよ。大臣ね、そうだそうだって自民、だってこれ、大体自民党の提案だからね、これね、自民党の提案ですからね、<laughs> 自民党の経営議員が言ってて、共産党の私がこれがいいって言ってんだから、何も怖いものないじゃないですか。<laughs> <laughs> すべての医療団体が今、こういう保証が必要だと言ってるあの私いうのは損害賠償的な意味での保証じゃないですよ、医療活動が継続できるためのやっぱり支援なんですよ。大臣ね、8月には入るっいうけど、それはコロナ対応病院ですよ、コロナ非対応病院にはほとんど入らないんですよ、今の仕組みでは。これでいいのかと言ってるんです真剣にやっぱりね、この声に答えなかったら、何のために大臣やってんのかと言われても仕方がないですよ、答えていただきたいて。 加藤大臣いや、あの8月、別にあの新型コロナあの対応病院だけではなくて、先ほど申し上げたそのかかりましといってもですね、いやいや、かかりましといってもです、ね、これは単にもう根っこから使われている経費も含めて、かなりの幅のところまで見ていく、こういう人方向性ももうすでにお出しをさせていただいているわけでありますから、まずはそういったものをしっかり活用していただく。あの崩れます 私どももあの経営をしっかり守っていくことは大事だということは思っているわけでありまして、その中で必要な手当を、まあ、二次法制でやらせていただき、そしてこれからの情勢、先ほど8月とおっしゃいましたけど、また6月、7月等々の情勢を見ながらです、ね、必要な対応はやらせていただきたいと思います。 それ,それから概算払いのお話をされましたけどそれ、あの災害時だけということではなくて、そもそも診療報酬っていうのは、診療に必要なために皆さんから保険料を頂い,いているわけでありますから、診療がなされてない部分にまで,です、ね、使うということ、これはなかなか法律の建前から言っても難しいということを申し上げているところでありますあの医療機関が軒、ね、並み倒れるようなときに、そのことに診療報酬使うからといって、誰も文句言いませんよ。 でしかもこれは前年度水準でやるんだから、新たな出費が支払い側に出てくるわけでもないわけですよ。非常に合理的なやり方だと私は思いますよ。やっぱりね、大臣ね、危機感持ってください。で、6月だってもう足元悪くなってるって、さっき認めたじゃないですか。だったらば二次補正の対応でとどまってたら、日本の医療機関を、ね、守ることできませんよ。日本の医療機関を守ることができないような大臣だったら存在意義がないですよ。やっぱり本気でこれやっていただきたい。 だからね、大臣ね、じゃあ、具体的にはいいですよ、二次補正からやっぱり一歩出て、この今のね、医療機関の苦境を救うための手立てを取るという決意を、やっぱりそれは述べていただきたい、具体的にやっぱりどこまで言えなくても、やっぱりこれやらなきゃいけないっていう認識をやっぱり共有していただきたい、いかがですか。 はい、加藤大臣一歩出る、二歩出るではなくて、基本的に医療基盤をしっかり守っていくということは、我々も基本的な姿勢として持っているわけでありまして、それに対して今、まずは二次補正予算として、ねいた,だいたこのお金をしっかりと交付をしていく、そして状況の中で今、刻々と移っているわけでありますから、それに対して必要なものに対しては、また関係者のお話も聞かせていただきながら、しっかり対応させていただくと、こういう中において、医療基盤、そしてそれが、 最終的には国民の皆さんのですね安心にもつながっていく、安全を守っていく、こういう思いで取り組んでいきたいと小池晃君。医療団体はみんな、二次補正ではだめだから、6月になって一斉に要望書を出してるんですよ。二次補正ではね、対応できないんですよ。予,予備費10兆円あるわけでしょ。だったらばそれの出番じゃないですか。そういったこと、やっぱりね厚生労働大臣だったら、旗振ってもらわないと。 何のためにやっているのかと言われてもしょうがないということを申し上げたいと思いますこれはね、党派を超えてこの声国会で上がっていますからねぜひやっていただきたいということを申し上げて質問を終わります、はい、本日の調査はこの程度にとどめこれにて散会いたします